今日から俺たち4人も住むからよろしく。さっさと家に入れてくれ。それから飯も用意してくれよ。手前で高級寿司でも頼んでくれ。矢継ぎ早に電話口でそう言ってくる息子。本当に自分勝手すぎて呆れてしまう。新居で二ほどき中だから無理よ。え？新居？息子は間の抜けた声を出した。後ろからは息子嫁が発狂する声が聞こえる。何でもかんでもあなたたちの思い通りに行くとは思わないでちょうだい。私の名前は優子、56歳の主婦だ。夫の和俊とは結婚して30年になる。私たちの出会いは職場で、交際を始めてから1年ほどが経った頃に彼からプロポーズをされて結婚に至った。僕が優子さんを一生幸せにします。だから結婚してください。そうやってストレートな気持ちを言ってくれた彼のプロポーズが私にはとても嬉しかった。そして結婚して30年以上が経った今も、夫は私のことを幸せにしてくれている。本当に彼と結婚してよかったと思う。私たちが結婚して1年ほどが経った頃、私が妊娠をしていることが判明した。まさかこんなに早くできるとは思っていなかったが、子供はいつか欲しいと思っていたから、私も夫もとても喜んだ。そして私は無事に息子を出産した。生まれてきた子供に私と夫はケンジという名前をつけた。ケンジはとても可愛くて、私たちは息子をとても大事に育てた。すくすくと成長し、言葉も話せるようになった息子はさらに可愛くて、毎日が楽しかった。あっという間に息子は大きくなり、小学校に上がった。これからたくさん友達を作って勉強も頑張っていってほしいな。そう思っていたのだが、小学校に上がってからというもの、息子は何かと問題を起こすようになってしまった。もともとわんぱくでやんちゃな子だなと思っていたのだが、小学校からそれが顕著になってしまったようだ。授業中もうるさくしてて、先生の邪魔をしたり、わがままを言ってクラスの子を泣かせたり、そういう風に迷惑をかけていたらしい。学校から電話が来るたびに私は謝罪をして、その都度夫と一緒になって息子を叱っていたのだが、息子は何が悪いのかよく分かっていなかったようで、怒られること自体を理不尽に感じていたようだ。そんな状態ではせっかく叱っても右から左に流れていってしまうし、改善されることは一切ない。私と夫はそんな息子にかなり手を焼いた。そして勉強もあまりできない子で、というのも集中が続かないのだ。だからテストの成績も悪く、その点も先生から注意を受けていた。私たちの育て方が悪いのだろうかとかなり頭を抱えた。そのため息子を塾に通わせたり、家庭教師を雇ったりもしたが、全く改善されなかった。息子は中学校に上がってからも変わらず、授業中に騒いでうるさいと先生から注意を受けていたようだ。そして気に入らない子に怪我を負わせたという連絡も入り、私と夫は慌てて怪我をした子に謝罪をした。確実に息子は学校の中で問題児扱いを受けていた。そのため授業参観などに行っても私に話しかけてくる親御さんはいなかったし、ママ友なんてものは一切できなかった。その後息子はなんとか高校に進学をした。まあとは言っても学内で一番レベルの低いところではあるが、だが私も夫も高校くらいはちゃんと問題なく通ってほしいという思いがあった。そのため学校生活をちゃんと続ける代わりにバイトをしてもいいという許可を息子に出した。いつも小遣いをすぐ使ってしまう息子なので、私たちはもともと与える金額を少なくしていた。だからバイトをして自由に使えるお金を増やせることになって、息子はとても喜んでいた。毎日のようにバイトをして息子は高校生ながらにかなり稼いでいた。そして私たちは学業もおろそかにしないということを約束させていたので、息子は苦手な勉強もバイトのために頑張っていた。そのため一切学校から息子の学校での態度で連絡は来なかった。まさかこんなことで息子が変わるなんて。私と夫は拍子抜けしたものだ。まあ息子は稼いだお金を完璧に使い切っていたので貯金はしていなかったが、高校生なのにブランド品を買い漁っていて、財布やらバッグやらもブランド品を使っていた。私よりもいい財布を持っているのを見た時はさすがにびっくりしてしまった。その後息子は無事に高校を卒業した。何も問題を起こさずに卒業したのは奇跡だと思う。
そして息子は3年間働いたバイト先のコンビニでそのまま正社員となった。私たち親としてはちゃんと就職を決めてくれただけでかなり嬉しかった。息子は就職が決まると同時に家を出て行った。さっさと自立して好き放題遊びたいのだという。手間のかかった子だから余計に自立するのは寂しいが、まあ男の子だしそうやってガンガン働いてくれる方がいいと思う。だが悲しいことに息子は家を出てからめったに帰ってこなくなった。せめてお正月くらいは帰ってきてほしいなと思っていたのだが、家を出た年は一度も帰ってこなかった。まあ最初は一人暮らしを満喫したいのだろう。そう思って私も夫も何も言わなかった。きっとこの先年を重ねたらこうやって二人で年越しをすることが増える、それの予行演習みたいなものだと思うと言って、私と夫は二人での正月を過ごした。だがそれからも息子は全く帰ってくる気配はなかった。お盆も来なかったし、それ以外の時も帰省をするという連絡はなかった。それでもさすがに今度のお正月は帰ってくるだろう。そう期待していたのだが、息子は次のお正月も帰ってこなかった。ここまで来ると息子は生きているのかも心配になってくる。私と夫は慌てて息子に電話をかけた。着信音がしばらく鳴るが全く出ない。何かあってからでは遅いと思い、私はずっと電話をかけ続けた。すると電話が出る音が聞こえて息子の声が聞こえてきた。なんだよしつこいな、一体何の用だよ。息子は怒った様子でそう言った。よかった生きてたのね。ああ、あなたが一人暮らしを始めてから一切帰ってこないし、一度も連絡をよこさないから心配だったのよ。んだよ、そんなことで何度も電話をしてきたのかよ。そんなことだなんて言わないでよ、本当に心配したんだから。めんどくさいな、今仲間たちと飲んでるんだから邪魔しないでくれよ。それはごめんなさい。だけど年に一度くらいは実家に顔を見せてよね。私もお父さんもあなたのこと心配してるんだから。わかったわかった、もう切るからな。そう言って息子は電話を切ってしまった。本当に親の心配というものをよくわかっていないというか、自分勝手というか、まあそれでも元気にやっているというのが分かってよかった。それだけで少し安心した。だがそれからも息子は全然実家に帰ってこなかった。私も夫も半ば諦めていた。そんな中、息子が自立してから5年ほどが経った頃、いきなり息子が家にやってきた。母さん父さん久しぶり。ゲンジ、あんたいきなり帰ってきてどうしたの。私も夫も連絡なしに息子が帰ってきたものだから驚いた。どうしたのって、息子の顔を見たいとか言ってたのはそっちじゃないか。そりゃそうだけど、それならせめて事前に連絡くらいしてくれても。ああ、悪い。だけど久しぶりに会えてよかったでしょ。まあそうだけど。元気にしてたのか。まったくお前は連絡もよこさずに。はいはい、父さんもそうやって説教とかいいから元気にしてたよ。それに今日は報告があってきたんだ。報告？実は俺結婚することになったんだよね。結婚？息子のいきなりの報告に私も夫も驚いてしまった。それはまたいきなり。まあまあ落ち着いてよ。それで婚約者を今週に連れてくるからさ、会ってくれよ。ええ、それはいいけど、でも随分と早く結婚するのね。あなたまだ23歳じゃない。まあでもそれぐらいの年齢で結婚する人だっているでしょう。まあそうだけど。息子はいきなり帰ってきたかと思ったらびっくりする報告をしてきて、私も夫も心臓が止まるかと思った。そしてそれから1週間後、息子は婚約者の女性を連れて家にやってきた。どうもこんにちは、かなです。息子が連れてきた女性はかなり派手で今時の女性という感じだった。年齢は息子の2歳下の21歳だそうだ。息子とはコンビニでの仕事で出会い、交際に発展してそのまま結婚に至ったらしい。そんなに早く結婚を決めていいの？さすがに21歳で結婚を決めるのはいくらなんでも早い気がした。するとかなさんは驚きの発言をしだした。まあ子供ができたから結婚するしかないですよね。え？子供？私と夫はまたしても突然の報告に驚かされた。あれ、言ってなかったっけ？聞いてないわよ。
息子はどうやら言い忘れていたらしい。そんな大事なことをうっかり忘れる息子に私たちは呆れてしまった。妊娠がきっかけで結婚するってことだったのね。そうそう、だから結婚式もお腹が大きくなる前にしようと思って。どんどん話が進んでいて、私も夫もついていくのに精一杯だった。そんな中、息子はこんなことを相談してきた。それでさ、仮予約してる式場の入金がさ、もうすぐなんだけど、今ちょっとお金がなくて、父さんたちに立て替えてほしいんだよね。え？私たちは耳を疑った。いきなりいっぺんにいろいろと報告をしておいて、今度はお金を出してほしいと言うなんて。そんなこと急に言われても困るわよ。それはこっちだって困るよ。結婚式にはもう友人たちとか招待してるんだから。それはちょっと順序がおかしいでしょう。私がそう言うと、息子と婚約者はあからさまに嫌な顔をした。母さんたちがそんな薄情者だと思わなかったよ。俺たちが結婚式を挙げられずに悲しい思いをしてもいいって言うんだな。そんなことないけど。だったら親として式の費用を出してくれてもいいんじゃないでしょうか。婚約者まで調子に乗ってそんなことを言って私たちを責めてきた。理不尽だと思ったが、それでもせっかくの息子の結婚を台無しにするのもなんだか決まりが悪い。そのため私たちは仕方なく結婚費用を立て替えることにした。急な出費で200万も出すことになってしまい、精神的に少し疲れた。それでも息子と婚約者は喜んでいたので、よしとしよう。それから両家の顔合わせも終わり、息子は無事に結婚式を挙げた。いい式だったので、私も夫もとりあえずは満足をした。そして息子嫁は無事に赤ちゃんを出産した。だがここでまたしても問題が。というのも、なかなか息子夫婦は私たちに孫を会わせてくれないのだ。出産直後に私たちは病院に行こうとしたのだが、嫁が疲れている状態で姑に会わせるのはストレスになるから、落ち着くまで来ないでくれと息子から言われてしまった。そのため仕方なく数ヶ月ほど待っていたのだが、こちらがたまに連絡をしても、まだちょっとと言われてしまう。それなのにしっかりと出産祝いは要求してくる。息子夫婦の対応に私も夫も嫌な気分になった。相変わらず実家に顔を見せに来ることなんてないし、今は息子夫婦がどこに住んでいるのかさえもわからない。気がつけばあっという間に1年が経っていて、その時にようやく孫と対面できた。といっても正月にちらっと息子夫婦が私たちの家を訪ねて、玄関先でやり取りをしただけだ。その時に1回だけ孫を抱かせてもらって終わり。しかもその時に子育てには金がかかるからとお年玉を要求された。たかが1分しか孫と触れ合えていないのに3万もせびられてしまった。そして案の定、息子夫婦はそれから一切顔を見せに来なかった。気がつけば4年の月日が流れていたのだが、その時に私と夫は驚きの事実を知ることになる。息子一家はまた以前のようにいきなりやってきた。なんと息子夫婦にはさらに子供ができていて、もう3歳になっているというのだ。上の子はすでに5歳になっていたのだが、もし何も言われずに道で見かけてもおそらく気づけないだろう。それほど雰囲気が変わっていた。それで今日はどうしてやってきたの？さすがにこんなにも何も知らされていない状態で孫の顔を見ても素直に喜べなかった。それにここまで私たちとの関わりを絶っていたのに、何の用事で来たのだろうか。きっといい話ではないと思い、私たちは警戒した。すると案の定、息子夫婦は驚きの発言をした。俺たちこの家に住もうと思ってるんだ。いきなり引っ越してくると言った息子夫婦。ちょっと何言ってるの？同居ってこと？ああ、母さんたちも嬉しいだろ。孫に毎日会えるし、息子の俺とだって毎日会える。どうしていきなり同居なんてことを言うの？私が息子の言葉に返事をせずにそう聞くと、息子は少しムッとした顔をした。家賃がかからずに住めるし、子供の世話とかも母さんたちに頼めるからだよ。やっぱりそれが本性か。お母さんはずっと孫と触れ合ってこなかったから、これからたくさん触れ合えていいじゃないですか。息子嫁も懲りずにそんなことを言う。孫を出しにして同居を認めさせようだなんて虫が良すぎる。別にもういいわよ。
4年間も音沙汰がなくて孫と会えなかったんだもの。これから何十年と会えなくても変わらないんじゃないかしら。私がそう言うと夫も同調した。そうだな、私たちは散々存在に扱われてきたからな。都合のいい時だけ来られても困る。息子はそんな私たちの反応に顔を真っ赤にして怒った。あ、なんだよ、せっかくこっちが同居してやるって言ってんのに。母さんたちの老後の面倒だって見てやるつもりだったんだぞ。とにかく俺たちはここに引っ越してくるからな。そう言って怒りながら帰っていった息子夫婦、本当にどうしようもない子だ。こんな風に育ってしまったなんて悲しいし、責任を感じてしまう。でももう息子もいい大人だ。これ以上私たちが面倒を見る必要はない。私と夫は絶対に息子一家とは一緒に住まないと決意した。だが息子夫婦は本当に諦めていなかったようで、数日後に大きな段ボールがたくさん送られてきた。私と夫はびっくりしてしまった。送り主は息子だった。これはつまりここに無理やり引っ越してくるということだろう。まさかここまで面倒なことをしてくるとは。私と夫はすぐに対応することにした。荷物は送られてきたが、まだ息子たちは来ていない。おそらく別日にやってくるのだろう。私はまず家の鍵を変えた。そしてすぐに引っ越し業者に連絡。実は私と夫には不動産投資用として所有しているマンションの部屋がある。だからすぐに引っ越しをすることは可能だ。運よく明日の午前中に空きがあるとのことで、私たちはすぐに引っ越しの依頼をした。私と夫はある程度自分たちで運べるものはマンションの部屋に運び、大きな家具や家電だけを業者に運んでもらうことに。そしてそのまま不動産屋に行き、家を売る手続きをした。息子夫婦の好きなようにはさせない、その思いでとにかく行動した。翌日朝、引っ越し業者がやってきて冷蔵庫などを運んでくれて、無事に引っ越しが完了した。まだ息子一家は来ていなかったので、どうやら間に合ったようだ。ふうと新居で夫と一息つく。やればできるものね。こんなに短い期間で引っ越しを終えるなんてそうそうないだろうな。そうやってお互いの頑張りをたたえ合いながら笑った。そしてその日は疲れたので、必要最低限の荷ほどきだけをしてゆっくりした。翌日昼過ぎに息子から電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？いやいや、どうしたのじゃないよ。一昨日に段ボールで荷物がたくさん届いただろう。俺たちは旅行に行ってきて、ちょうど今戻ってきたところなんだ。そんでこのままそっちに行くから、今日から俺たち4人も住むからよろしく。そう言って一方的に電話を切る息子。私と夫は気にせずに新居での荷ほどきを開始した。それから1時間後、再び息子から電話がかかってきた。おい、どうなってんだよ。なんで家の外に俺たちの荷物が入った段ボールがあるんだよ。しかも鍵も開かないし、さっきからインターホン鳴らしてんだぞ。さっさと家に入れてくれ。それから飯も用意してくれよ。手前で高級寿司でも頼んでくれ。矢継ぎ早に電話口でそう言ってくる息子。本当に自分勝手すぎて呆れてしまう。新居で荷ほどき中だから無理よ。え？新居？息子は間の抜けた声を出した。どういうことだよ。だから私たちはあなたたちとは一緒に住まないって言ったでしょ。それなのに無理やり荷物なんて送ってくるのが悪いのよ。私たちはあなたたちから逃げるように引っ越したの。え、引っ越したってそんなすぐに部屋が決まるのかよ。言ってなかったけど、私たちには他に所有している部屋があるの。嘘だろ、そんなの知らないぞ。まあだって、言ったらあなた絶対に住まわせろとか言うでしょ。私たちだっていろいろと安全策は用意してるのよ。そんな。息子は意気消沈した様子で言葉を失っていた。後ろからは息子嫁が発狂する声が聞こえる。その家はもう売ったから、無理やり住もうとしても無駄だからね。何でもかんでもあなたたちの思い通りに行くとは思わないでちょうだい。私はそうやって電話を切り、着信拒否をした。息子一家はちゃんと注意したのにもかかわらず、家の窓ガラスを割って中に入り、荷物を運んで住み始めたらしい。だがすぐに不動産会社から通報されて逮捕されたようだ。
息子は、ここは俺の実家なんだぞ、家にいて何が悪いと叫んで警察官に抵抗したため取り押さえられて連行されたらしい。その騒ぎはご近所さんに見られただけでなく、野次馬としてやってきていた赤の他人の SNS によって拡散され、息子の勤務先にもバレてしまった。そのため息子はすぐにクビとなったようだ。そして逮捕されて仕事も失ったことから息子嫁にも振られたらしい。孫たちは息子嫁が引き取って息子嫁の実家で育てているそうだ。だが今回のことで義両親も相当怒っているようで、息子嫁に朝から晩まで働かせて、その給料の管理も彼女の両親がして、孫たちのための学費などに充てられるように貯金をしているそうだ。ちなみに息子が今何をしているのかは知らない。だがもう私たちは十分に息子のためにいろいろとしたと思うので、息子が今何をしていようと気にならない。これからは夫といつまでも夫婦仲良く幸せに暮らしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。